正義感強いなと思う？いやー、思ったことはないかな。あ、ほんま？そうっすね、思い返してもないっすね。別にえ？正義感。東京来てすぐに、西新宿5丁目に住んだんよ。で、もうお金も一切ないからさ、なんか大きい道路沿いに住んでて、それの向かいにあるスーパー。もう初めてのご飯を買いに行ったそのスーパーに張り紙、バイト募集で、すぐ電話して。すぐバイト始めたよ。夜勤。で、1日目研修みたいなの受けて、2日目もなんかレジとか教えてもらって、もう3日目から夜勤1人やってワンオペだ。ワンオペ。大変。で、その夜勤中にね、あんまお客さんも来おへん、スーパーのコンビニみたいな感じやから。だからなんか外で、こう、エプロン、つけんねんけど、エプロン脱いで、外でタバコ吸ってたの。ありゃ、ダメだ。いや、いいよ、いいよ。あ、いいんだ。お客さんがおらんかったら、ああ、適そ正こはして、自由なんそうですそう、ね。自由やって、タバコ吸ってたらさ、キョロキョロしたおっさんがな、こう、外に陳列してる、ラーメンの袋みたいな。5袋入りの、なんかそういうで、タクラーメン。パッパッパって3つ取って、15個分よ、だから。ぶわーって走り出してんけど、ごめんなさい、店員です。いや、あかんでしょ。で、俺、でかしたと思って、そのさ、一気に信頼されるというかさ、夜勤入って初日で、確かに万引き犯を万捕引きま捕えた。まえる？うわ、万引き犯からしたら確かにビビるな。で、店員なわけないかそう、店員なわけないやつが、あ、ちょっと裏来てくださいって、裏連れて行って。おお。で、俺もさ、その後の手順わからんから、座っといてくだ さい。確かにまずわかんないか。座っといてくださいっつって、店長に電話して。うわ、店長に好かれるな、これ。そう。で、あ、もしもし店長、ちょっとすいません、今万引き捕まえまして。で、こう、どういう手順でなんかしたらいいですかって。で、店長が、じゃそんなんせんでいいよ。大変だから、それ。もう帰らして。落ち、ブープープー。俺もさ、この捕まえたおっさんに、なんかいらんことしたって思われたくないやん。だから、その、プープープーの時も、あ、わかりました。フェイク会話だ。で、てこ、やっぱその、できるだけ恐怖を与えて帰らせたかったから。そうですね。じゃあ、この紙に、住所と、ぽいことしてる。電話番号と、名前。指示されたやつっぽいことし名前書いてください。で、バーって書いて、連絡行きません。本当にすいません。とか言って。ああ、まあ、そうなるか。あ、ダメです。とか言って。うお。書いてください。俺、その、保つためだけに書いてください。で、帰らして。で、その書いた紙、店長にバレたらまずいから、頑張って。小さくしなくても大丈夫。ぐちゃぐちゃでいいでしょ。ちゃんと切り刻まなくても。もう一回聞いていい？正義感強い？強いよ。できればでいいんだけど、やっぱりいいや。